人形遊びの元祖となったこのおもちゃ、ズバリその名前は〇〇人形でした。はい、これ画像出ます。これ、〇〇人形、皆さんこんにちは、ナイキココロです。新シリーズナイキココロのレトロなエモい世界、今回はその7回目です。クイズ形式で昭和のいろいろなポップカルチャーを体験しながらその魅力を発見していきたいと思います。それでは早速第1問。1954年に発売され大ヒット、人形遊びの元祖となったこのおもちゃ、ズバリその名前は〇〇人形でした。はい、これ画像出ます。これ丸々人形、ポポちゃんみたいな感じですね。そうね、丸々人形、親指人形じゃないか。まあね、なんかこうやってできそうな感じのすごいのよやつですね。要するにね、例えばなんか飲ますじゃない、そうするとしばらくしておしっこするってね。すごい、すごい人形だったの。それは何と言ったでしょう、リアル人形。確かにリアルだよね。何やろ、すごいね。すごいですね、そんなことができたんです、ね、これがねやっぱり斬新だったのが、大ヒットしたの。もうそのまんまなんだけどね、名付け赤ちゃん人形か。あ、まあまあ子さんかな、これ、はい、すごいでしょ、ミルク飲み人形。やば、いいんですかそれで。そう、すごいでしょ、ミルク飲み人形。だから要するにあの哺乳瓶でミルク飲まして、はんはん、しばらくするとおしっこする。なんか無駄ですよね。まあね、腐ったやつしかあげない。でもまあ子供たちにとってはそのなんだろう、あの、まあ、育児っていうか、それで第一歩みたいなね、はんはんはん、大ヒットした。すごい大先端ですね。はい、はい、続いて第2問。1978年昭和53年から放送、水谷豊さんが教師役で出演し高視聴率を誇ったドラマのタイトルは〇〇時代でした。少年時代、あ違う、教師役で出演し、うん、そう、漢字2文字だね、漢字2文字やってる。現役時代。現役時代、うん、大変な高視聴率で、最後はみんなね、最終回なんかみんな悪ガキ時代、悪ガキ時代、うんうん、そう、不良少年のあれ、あ、そういうわけじゃない、うん、なんやろ、漢字2文字よ、漢字2文字、うん、青春、まあまあまあそんな学生、うん、普通ないかな、ないです、はい、熱中時代、ひどいな、熱中ないです。あ、そうか、熱中してるってことですか。まあまあもう熱血教師のね、はは、うん、そういうのが熱中時代、熱中時代、はい、だそうです。はい、では続いて第3問。1983年、昭和58年に世界的大ヒットとなったマイケル・ジャクソンの曲ビートイット、うん、日本タイトルは〇〇はビートイットでした。うん、うん、僕はビートイット。いいね、それ悪くないね。え、ビートイットってどういう意味やろ。ビートイットって、まあ、打ち負かすみたいな、打ち負かす、うん、何々はビートイット、別につけなくてもよかったんだけどね、これね、つけなくて別に、あ、男はビートイット、男はビートイット、何やろ、今夜はビートイット。今夜はビートイット。うん、結構ね、あの洋楽の、うん、要するにあの日本タイトル、うんうん、今夜はとか恋のとか、ああ、そういうのつけたがるんですね。なるほど。うん、今夜は確かにビートイットだけやのに、そう、付け足したんですね。はい、はい、では続いて、うん、第4問。1972年昭和47年から週刊マーガレットに掲載され、オスカルとアントワネットが主人公の大ヒット漫画のタイトルは〇〇のバラでした、うん、ベルサイユのバラ。これはソフトか、これはもう宝塚好きなんで
やっぱその一番有名な。なるほど。いい作品って感じ。しまった。よっしゃ。しまったってことあるか。やったー。素晴らしいね。はい。やっぱりじゃあ昭和がやっぱりこうやって育って生きてるってことだね。はい、そうですね。なるほど。はい。いいですよね。うん、はい。では続いて最後第5問。薬師丸ひろ子さんが出演した1981年昭和56年の大ヒット映画のタイトルはセーラー服と〇〇でした。機関銃。なんかさ、わかりますよ。問題読んでる時ににやけるってのはやばいってことだね。はい、これなんで知ってるの？え、これは有名ですよね。あ、そうなんだ。そう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 、快感。タンタタンタン。そう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 。あれでもどうして知ってんだろう。え、でもやっぱ、ね、昔のドラマの特集みたいな あるじゃないですか、ね、有名な、うんうんうん、そことかに多分パッと出てくるから、ね、面白いね。だからそういう、うんうん、パッと出てくるのがあれば、うんうん、だっこちゃんみたいに何これみたいなありますね。面白い。面白い。はい、はい、というわけでナイキ心のレトロなエモい世界第7回いかがでしたか。また次回いろいろな昭和に触れてみたいと思います。ナイキ心でした。またね。